さんこんにちは。コモショー営業のうなぎと申します。今日はエコカラットの貼り付けの現場に来ております。貼り付け場所なんですが、こちらの洋室になります。今回のリフォームの、経緯なんですが、この北側の洋室の湿気がすごくひどかったので、クロスがめくれてきたりしてたので、それをちょっと解決したいということで、もうクロスの張り替え、天井も終わってまして、内窓を設置して、います、はい、で今日最後なんですが、洋室の一面にエコカラットを、貼り付けて、その湿気を抑えたいと思いますので、動画の方どうぞ。どうぞその裏紙が残ってたら剥がれやすかったりするんですか？この裏紙が、こうって、ね、膨れてくるようにしますけど、一応、貼る前に貼った方が、やっぱエコカラット貼るんって難しいですか？自分ではなかなかできないとか。器用な人だったら、けどフィルムとか考えたら難しいのかな。プロセスさん、大工さんが貼れるっていう、はい、そうなんですか。結構的に、みんなやらない。なんかやっぱりやらなくなる。でもエコカラットだけやったら特殊な道具使わないですもんね。そうです。カッターナイフと極端サンダー。サンダー使う時もあるんですね。そうです。こういうレーザーは必須ですか？レーザーはそうですね。片方が。こんだけ結露してる壁やったら、はい、エコカラットすごい効果出るんですかね？何畳に対して何平米貼るとみたいなのがあって、これだけ貼ったら何か効果がありますみたいな。大体あれですよね、リビングの壁一面とか。そうですね、今貼るとしたらリビングの壁一面貼る、それぐらいの量で、そのリビングの大きさとか換気のあれにもよるんですけど、何でしたっけ、湿気と防臭とタバコのなんか煙の設定もそうですね。これなんていう種類ですか？これ竹ひごです。竹ひご。これってあれなんですか、下地完成がいいですか？貼れる貼れないで言えば貼れます。何でも貼れる。コンクリート、ボードは貼れます。ある程度のところはコンクリートの上とかも貼れるんで、ちょっと DIY するには大変ですね。専用ボンドやったり。そうですね、絶対余るもんね。
はい、これもいいボンドですけど、はい、小さいボンド缶もあるんですよ。あ、そうなんですか。缶でもいいんですかね。10キロ、はい、だいたいこの面一面で20キロ丸々使うぐらいですか。20キロ丸々は使わないです。うーん、10キロではちょっと足らんしぐらいの。10キロではちょっと心細いかなっていうのはあったりなかったり。Thank you.